札幌岳は、四骨島や国立公園内に含まれ、北海道石狩振興局札幌市にある標高1293メートルの火山である。山の名は、豊平川の水源であることに由来、札幌市内を流れる豊平川は、明治以前は札幌別と呼ばれていた。札幌別は、札幌市の地名語源でもある。山頂には、石槌神社石踏みと、一等三角点。 札幌岳が設置されている。豊平京、ダム近辺の冷水クコースと八県山近辺の豊滝コースの2コースが開作されている。また、空沼岳への重装ルートも存在する。登山口には、広い駐車場が設けられており、小さなログハウスの登山届記載最がある。コース前半には一体の石仏が鎮座している。冷水。 沢川の塗装を繰り返しながら進むと、やがて平坦な唐松林に至る。ここは1954年9月の東山ル台風によって、新葉樹林が壊滅的な被害を受けた後、松を密集して植林した場所で、台風高原と呼ばれている。標高860メートル地点には、北海学園大学が管理する冷水小屋が建つ。初代の冷水小屋は、 太平洋戦争中に消失しており、その後1952年に北海道電力によって再建された。これは、四骨島や国立公園内に送電線を建設する代償として行われたと言われている。小屋から先は急登となるが、尾根まで出れば山頂までの道は平坦になる。かつて信仰登山のために用いられていた経路である。毎年整備がされるわけではないので、 やぶこぎ状態になることもある。万の沢川に沿って、万の沢林道を進み、その終点に登山口がある。休憩者の道を登っていくと、やがて、空沼岳、札幌竹間の重走路に合流する。札幌市内で1000メートル級の山々を重走できるのはこのルートのみである。豊滝コースとの合流地点の先、札幌岳山頂へは、 標高差160メートルの急登が控えている。ありがとうございます。